皆さんおはようございます。厚底の大使館晩餐会のお時間でございます。さて今日はですね、分かりますか、ここは東京の西麻布ですね。出勤する時間帯でたくさんの人がいらっしゃるんですけれども、この大きな高速の通りのこっち側に行くとですね、なんと大使館が13個も入っているというビルに我々はやってきました。港区西麻布、多くの大使館が存在するこのエリアに、大使館マンションとでも呼ぶべき変わったビルがあります。ビルの横にはですね、こういう風にして各国の大使館の旗が並んでるんですね。建物にはなんと13カ国の大使館が入居しています。その中の一つ、今日はここにお邪魔します。今日伺うところはニカラグア大使館と、ニカラグア、私また今日も丸腰で来ておりましてですね。丸腰、説明しよう。アストコデラックスにおける丸腰とは、レポーターである白田プロデューサーが失礼にも何の知識もなく下調べもなく大使館を訪れてしまうことを言うのだ。どういうものがあるか分かりませんが、これは皆様と一緒に今日は勉強してまいりましょう。大学の頃ですね、私中南米か行きましてね、バッと森に入って抜けたところにどでかいこうマヤの文明の建物があって、それがにあれグアテマラか、あれグアテマラ丸腰。とにかくですね、日本人にとっては非常に遠い中南米という土地で、ニカラグアという国がどうやって日本と歴史を持って関係を持っているのか、それを調べに行きたいと思います。お楽しみに。ニカラグア共和国があるのは中米、つまり北米大陸と南米大陸の間。豊かな自然が広がるニカラグア、人口はおよそ600万人。これは千葉県とおおよそ同じ、面積は北海道と九州を足したくらいだというから広い。さて、その東京にあるニカラグアの大使館ですが、セキュリティ超厳重ということなので、我々はここまでしかカメラが入れません。玄関の中はセキュリティのため撮影禁止。そしてさあですね、先ほどの13個大使館が入っているビルのフロアにつきまして、もうこちらに来るときにたくさんの大使館のドアがあるんですね。そしてこちらがニカラグア大使館でございます。903号室、ニカラグア、リパブリックでニカラグア。早速ピンポンをしてですね、大使にご挨拶をしていきたいと思います。お、中から声がします。あ、おはようございます。東京 MX の白田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は大使に伺いましたが、まだちょっと来てないんですが。あ、そうなんですか。はい。ただもうそろそろ着くと思います。予想外の大使不在。じゃあどうしましょうか。この辺りでじゃあね。多忙を極める一国の大使、お忙しいんでしょう。仕方なく待つことに。あ、おはよう。何これ、誰これこれもしかして大使ですか。はじめまして。はじめすげえラフな出勤スタイルなんですけど、すごいラフな出勤スタイルですよ。これなんですか。これは大使コスプレイ、今日のために、for today。 はい、真っ白真っ白。あなたはクー、ありがとうございます。それで私はクーです。あ、こうなって。でもニカラグアコスプレイ、ニカラグアコスプレイ、これはですね、また凄まじい状況で、これは西麻布で見かけたら単純にバーで飲んでる外国人ということになっちゃいますけど白田プロデューサー、失礼のないように。はい、ちょっと待ってください。大使の靴がもうこれ西麻布スタイルでございますから、これもキーホルダーはですね、アニメのキーホルダー、銀玉大好き、私はアニメオタクです。おお、マジですか。本当、大使お若いですね。ハウリン1、2、3、4、5、ニカラグアトップシークレット、ニカラグア大使館が一番トップシークレットは大使の年齢でございます。見て見て、 SK2。ご本人様ですよね。かっこいいです。かっこいいですよ。ちょっと俳優の雰囲気出てますから。あ、日本語ペラペラなんですね。いやー、日本語わかります。わかりません。1、2、30% わかります。多分。でも、日本酒1、2、3、4、5、6ペラペラペラ。日本酒が好きなわけですよね。大好き。これね、もう明日どこ大使館晩餐会、ニカラグアの会、冒頭5分でもうこの国行きたくなりました。大変です大使が。こういうお人柄なんでしょうね。きっとニカラグアという国が。まあとりあえず大使館の中へ。じゃあ私入国させていただきまして。ニカラグア。はい。なんとか無事にニカラグア共和国。入国。今国境入りました。さあ、ニカラグア。ナイスミーチューアゲイン。はじめまして。はじめまして。私はロドリゴでニカラグアの大使です。アンバサダーロドリゴ。ロドリゴ大使でございます。こちらがニカラグアの大使館なんですね。パッと目に飛び込んでまいりますのは、このピンクと青のこの衣装。これは民族衣装ですね。はい、民族衣装です。一回大使のお着替えを待ちましょうか。待ちましょう。すごい。じゃあ着替えてください。Okay, let's change. Which one do you want me to change? Which one? Which one? The best one. I'm gonna do a Taishi cosplay since we're in. Okay, Taishi cosplay. I will be very fast. お、深いです。大使館の中に入ると、そこには美しい民族衣装やニカラグアで作られたさまざまなハンドメイドのグッズが飾られていました。そしてこれまた美しいニカラグアの国旗。そう、中央アメリカの大自然が広がるニカラグア共和国はとっても美しい国。そこに暮らす人々もさまざま、いろんな人種がいます。そしてこんな人種もいます。おっと、ごめん。これは出てまいりました。突然の登場でございましてですね、見てください。あ、まるで。それで私はニカラグアの大使です。どうぞよろしくお願いします。これはすごいですよ。ちょっとカメラさん。ニカラグア共和国駐日特命全権大使ロドリゴ・コロネルさん。このアニメのキャラクターが名刺に彫ってるの初めてでございまして。Do you like this animation? もちろん、私はアニメオタクです。そうです。あそこ映え3回初めてですね。やはり日本クールジャパンアニメの国、アニメのオタクのアニメオタクに対してご登場になります。そうです。アニメオタクです。そうですか。So you've been watching a lot of animation in Nicaragua. ブレストファイヤー。そっか。大変申し訳ございません。私告白しますとですね、アニメがなかなか見る機会なくて、大使の今のキャラクター演じる様子についていけなかったんでございます。申し訳ございません。そうですか。マシンガー Z、ちょっと変態。マジンガー Z、ちょっと変態。マジンガー Z、ちょっと変態。見て。お嬢さんのウォーマンロボット、ヴィーナス。プチッ。プチッ。これぐらいにしておきましょう。でも大丈夫。何が大丈夫なんですか。さっきから結構大丈夫押してくるんですけど。また。The best part of the Japanese woman. Which part of the spirit? Amazing おもてなし。アメイジングなおもてなし。名言が出ましたね。Many beautiful person. Inside. So you mean not inside? Yes, inside. 本当に素晴らしい。Very soft, very nice. あ、そうですか。ちょっと待って。ニカラグアのお仕事を開始されましたか。さすがに。私はマーケティング、ブランディング。大使はマーケティング、ブランディングが得意なんですか。Yes, I worked at a big multinational called P&G. 来ました。もうマーケティングの王様と言われているグローバルカンパニー P&G のマーケティング部門の。So I help marketing people do marketing. よー。